大学2回生の春頃、オカルト堂の師匠である先輩の家にフラッと遊びに行った。ドアを開けると狭い部屋の真ん中で、何やら難しい顔をして写真を見ている。何の写真ですか？心霊写真。ちょっと引いた。心霊写真がそんなに怖いわけではなかったが、問題は量なのだ。畳の床中にアルバムがばらまかれて、数百枚はありそうだった。どこでこんなに、と問うと。業者。と写真から目を離さずに言うのだ。どうやら大阪にそういう店があるらしい。お寺や神社に持ち込まれる心霊写真は、もちろんお払いをしてほしいということで依頼されるのだが、大抵処分もしてほしいと頼まれる。そこで燃やされずに横流しされたものが、マニアの市場へ出てくるという。信じられない世界だ。何枚か手に取ってみたが、どれも強烈な写真だった。もやがかかってるだけ、みたいなあっさりしたものはない。公園で遊ぶ子供の首がない写真。海水浴場でどう見ても水深がありそうな場所に、無表情の男が膝までしか浸からずに立っている写真。家族写真の中に、祭壇のようなものが脈絡もなく写っている写真。俺は恐る恐る師匠に聞いた。お祓い済みなんでしょうね。きちんとお祓いする坊さんやら神主やらが、こんなもの闇に流すかな。じゃ、そういうことで。出て行こうとしたが、師匠に腕をつかまれた。いやぁ。この部屋にいるだけで呪われそうだ。雪山の山荘で名探偵住人と遭遇したら、こんな気分になるだろうか。観念した俺は部屋の隅に座った。師匠は相変わらず眉間にシワを寄せて写真を眺めている。ふと目の前の写真の束の中に変な写真を見つけて手に取った。変というか、変じゃないので変なのだ。普通の風景写真だった。師匠、これは？と見せると。ああ、これはこの木の根元に女の顔が。あれ？ないね。消えてるね。まあ、そんなこともあるよ。って言われても、怖すぎるだろ。俺は座りしょんべんをしそうになった。そして、部屋の隅でじっとすることしばし。不意に師匠が言う。昔は真ん中で写真を撮られると、魂が抜けるだとか、寿命が縮むだとか言われたんだけど、これはなぜかわかる？真ん中で写る人は先生だとか上司だとか、年配の人が多いから、早く死にやすいですよね。昔の写真を見ながら、ああこの人も死んだ、この人も死んだ、なんて話してると、自然にそんな噂が立ったんでしょうね。じゃあこんな写真はどう思う？師匠はそう言うと、白黒の古い写真を出した。どこかの庭先で、着物を着た男性が3人並んで立っている写真だ。その真ん中の初老の男性の頭上のあたりにもやのようなものがかかり、それが顔のように見えた。これを見たら魂が抜けたと思うよね。確かに、本人が見たら生きた心地がしなかっただろう。師匠は、たまげた？とかそういうくだらないことを言いながら、写真を束の中に戻す。魂が取られるとか、抜けるとかいう物騒なことを言ってるのに、即死するわけじゃなくて、せいぜい寿命が縮むっていうのも変な話だよね。なるほど、そんな風に考えたことはなかった。昔の人は、魂には量があって、その一部が失われると考えていたんだろうか。そういうことになりそうだ。じゃあ魂そのものの霊体が写真に撮られたら、どういうことになる？それは心霊写真のことですか？身を切られるように辛いでしょうね。と、くだらない冗談で返したが、よく考えると。でもそれは、所詮昔の人の思い込みが土台になってるから、一般化できませんよ。俺はしてやったという顔をした。すると師匠はこともなげに言う。その思い込みをしてる、昔の人の霊だったら？どういうことになるんでしょうか。取り返しに来るんじゃない？師匠は囁くような声で言うのだ。やめてほしい。そんな風に俺をいびりながらも、師匠はまた難しい顔をして写真を睨みつけている。部屋に入った時から同じ写真ばかり繰り返し見ていることに気づいた俺は、地雷と知りつつ、何ですか、と言った。師匠は黙って2枚の写真を差し出した。俺はビクビクしながら受け取る。うわ、と思わず声を上げて目を背けた。ちらっと見ただけでよくわからなかったが、猛烈にヤバい気がする。別々の場所で撮られた写真に、同じものが写ってるんだよ。確か。師匠はリストのようなものをめくる。あった。右側が千葉の浦安で撮られた、
ネズミの国での家族旅行写真。もう一つが、広島の福山で撮られた、街角の風景写真。ちなみに、写真に関する情報がついてた方が高い値がつく。と付け加えた。もちろん撮った人も別々。4年前と6年前。たまたま同じ業者に流れただけで、背後に共通項はない。と思う。俺は興味に駆られて薄目を開けようとした。その時、師匠が。待った。と言って俺を制し、窓の方へ近づいていった。夜になった。また難しい顔をして言う。何を言い出したのかとドキドキして写真を伏せた。師匠が窓のカーテンをずらすと、外は日が完全に暮れていた。確か来たのは5時くらいだから、そろそろ暗くなってきてもおかしくないよなぁ。と思いながら、腕時計を見る。単身は9を指していた。え？そんなに経ってんの？と驚いていると、師匠が唇を噛んで。まずいなぁ。実にまずい。とつぶやき。何時くらいだと思ってた？と聞いてくる。6時半くらいかな、と。確かに時間が過ぎるのが早すぎる気もするが、それだけ写真を見るのに集中していただけとも思える。僕は正午だ。それはありえないだろ。しかし師匠の目は笑っていない。何かに体内時計を狂わされたとでも言うのだろうか。師匠は、今日はここまでにしようか。と言って肩をすくめた。俺もなんだかよくわからないけれど、自分の家に帰りたかった。部屋中に散らばった写真を片付けようとして、さっき伏せた2枚の写真の前で手が止まる。同じものが写っている。と言った師匠の言葉も気になるが、見ない方がいいという第六感が働く。その時、師匠が妙に嬉しそうな顔をして床の上を見回した。人間には無意識化の自己防衛本能ってやつがあるんだなぁ、と実感するよ。何を言い出したんだろう。動物園って何するところ？話が飛びすぎで意味がわからない。動物を見に行くところだと思いますけど。確かに、僕らはお金を払って動物園に行き、それぞれの檻の前に立って中の動物を見て歩く。しかし動物からするとどうだ。檻の中にいるだけで、色とりどりの服を着た猿たちが、頼みもしないのに次々と姿を見せに来る。動物を心霊写真に置き換えればいいのだろうか。なんとなく言いたいことが分かってきた。床を見ながら師匠は独り言のようにつぶやいた。闇を覗く者は、等しく闇に覗かれることを恐れなくてはならない。ニーチェですか？いや、僕だ。師匠はどこまで本気かわからない顔で、床に散らばった写真を指さした。どうして伏せたんだ？それを聞いたとき、心臓がドクンとなった。さっきの2枚だけではない。無数の写真の中で、何枚かの写真が伏せられている。全く意識はしてなかった。全く意識はしてなかったのだ。写真はすべて表向いていたはずなのに。僕が伏せたんだろうか。寒気がして全身が震えた。怪物を倒そうとする者は、自らが怪物になることを恐れなくてはならない。やっぱりニーチェじゃないですか。俺はそういう気力もなく、怪物を倒すどころか写真をめくる勇気もなかった。